北国新聞ニュースをお伝えします金沢にある国立工芸館が組織上独立した位置づけになるよう国と石川県金沢市が今日う覚書を交わします去年10月に東京から金沢に移転した国立工芸館の位置づけについては菅義偉総理大臣が去年の年末に北国新聞社の単独インタビューで 独立化に前向きな意向を示しましたこれを受けて政府内で具体的な検討が始まり今年4月には名称が東京国立近代美術館工芸館から国立工芸館に改められましたまた組織上国立工芸館は東京国立近代美術館の分館ですが本館との調整が展覧会の企画や予算 人事で不要になりました。覚書は今日、国側の文化庁や運営主体の独立行政法人国立美術館と石川県金沢市が結び、国立工芸館が石川に根付き、日本の工芸の発展に役立つ美術館になるよう連携する方針が盛り込まれます。この覚書の締結によって、国と地元が足並みを揃えて。 国立工芸館の機能強化に動く体制が整うものとみられ。独立に向けた重要な布石になります。石川県などに適用されている新型コロナなど。蔓延防止等重点措置が今月三十日まで延長される方向になりました。政府の対策本部は蔓、ま、延防止等重点措置について。 石川など6県は今月30日まで延長し、富山などの6県は12日で解除することを、今日の会合で決定します。石川県内では、新規の感染者数が減少傾向になっていますが、県はデルタ株の感染力を考慮した上で、学校の2学期開始などの影響を見極める必要があると判断し、政府に延長を視野に、 慎重な判断を求めていました一方、地域経済への悪影響を軽くするため重点措置が延長された場合対象地域の金沢市内でも県の認証を取得した飲食店には酒類の提供を時間制限付きで認める方向で検討していますまた、県は今日にも対策本部会議を開き最も深刻なステージ4の 感染拡大緊急事態になっている総合指標の見直しや制限の緩和を決めることにしています。県内では、昨日新たに新型コロナによる18人の感染者と会食関係のクラスター1件が確認されました。石川県の発表によりますと、新たに感染が分かったのは、 20代から70代までの18人で、この中で感染経路がわからない人は9人でした。一方、クラスター関連では会食関係で県内11例目が確認されました。この会食は、今月上旬に県内企業の従業員寮で15人が参加して開かれ、昨日までにこのうち9人の感染がわかりました。 参加者はマスクをしておらず会食は複数回開かれたものとみられていますまた今月6日にクラスターが判明した金沢市片町地区のキャバクラ店でも新たに従業員一人の陽性が判明し感染者は合わせて6人になりました直近1週間の感染状況は新規感染者が179人感染経路不明者が 六十七人。昨日時点の病床使用率は二十六点二パーセント、重症病床使用率が十点三パーセントになり、県の指標すべてで改善しました。内田,田町は聴覚障害者が LINE のビデオ通話を使い手話で相談できるサービスを始めました。 聴覚に障害のある人が病院を受診する際に、手話通訳者が一緒に行けない場合でも、離れたところから手話通訳を行えるよう、内田町は今年3月にタブレット端末を2台導入しました。新たな相談サービスは、この端末や障害者自身のスマートフォンを使い、無料通信アプリ LINE のビデオ通話機能を活用します。 このサービスによってコロナの感染拡大や災害などの緊急時に聴覚障害者は自宅などから町役場にいる手話通訳士の職員に画面越しで手話による相談や問い合わせが可能になりました水墨画の北水会が今、金沢21世紀美術館で展覧会を開いています 30回目の開催を記念した今回の水墨画北水展では全国公募で寄さられた作品から入選や入賞作など122点が紹介されています。このうち最高賞の北水大賞に輝いた白山市の香西多門さんの作品「太陽の花」は写実的な描写と墨絵らしい省略を巧みに構成し 大輪のひままわりを描いていてす一方第30回記念賞を受けた金沢市の宮崎寛子さんの轟きは「轟」は滝ののほとばししりを勢いいあるタッチで表現していますこのほか内閣総理大臣賞や文部科学大臣賞などの受賞作が会場を飾り濃淡を生かした多様な表現が水墨画の奥深さを伝えています。 第30回記念の全国公募水墨画北水展は今月12日まで金沢21世紀美術館で開かれています。